か？皆さんこんにちは。今回の動画では富士五湖を一気に見て回りたいと思います。皆さんは富士五湖をご存知でしょうか？富士五湖っていうのは富士山の山梨県側の富士山麓に位置する5つの湖のことをまとめて富士五湖と言います。5つあるから5湖なのね。富士五湖って山中湖、西湖、本栖湖、川口湖、庄司湖、この5つの湖のことを言うんですね。富士箱根伊豆国立公園の一部でもあります。そして世界文化遺産としても登録されています。それでは見ていきましょう。まず一番最初は湖面の広さナンバーワン、山中湖です。浸水は富士五湖の中でも最も浅い 13.3m。富士山見えるかな？ちょっとだけ。山中湖での楽しみ方ってたくさんあると思う。観光だったり、アクティビティだったり、芸術活動だったり、いろんな山中湖が見えると思うから、自分の好きな山中湖を探してみるといいと思うよ。次は富士五湖の中で湖面の面積ナンバー2、川口湖です。川口湖は富士五湖で唯一橋が架かった湖なんですね。今ちょうどその川口湖大橋という橋を渡って、川口湖大橋の真下にやってきました。この動画には映っていませんが、川口湖には小さな島があるのも特徴です。川口湖は富士五湖の中でも最も低い標高の場所にあります。お店やそれから観光施設、船やロープウェイとかもあったりして、一番栄えてるなっていう印象を受けました。もみじの木も周りにたくさん植わっていて、秋も楽しみです。インスタグラムのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、いいねの高評価、コメントやリクエストもお待ちしています。次にやってきたのは富士五湖の中でも面積ナンバー3、本栖湖です。シーズン中には想定場があって、桟橋が整備されるそうです。周りにはキャンプ場が多くって、アクティビティに夢中になっている方が多いなって感じました。この水は本当に綺麗で青くって、思わず車を横に止めて見てしまったほどです。あんな早く進むんだ。あれウィンドサーフ風で進んでるの？ここでいい地図があったので皆さんにご紹介したいと思います。まずここが富士山ね。でこの周りにあるのが富士五湖、右側から本栖湖、庄司湖、西湖、川口湖、それから山中湖、こういう位置関係にあります。一番右側にある本栖湖、その横にある庄司湖、西湖、この3つの湖は平安時代までは富士山の背中にある湖、瀬の海として一つの大きな湖だったんですね。それが富士山の噴火によって溶岩が流れ出てせき止められて3つの湖になったということなんです。それでは次は富士五湖の面積ナンバー4、西湖、見てみたいと思います。山梨県県指定天然記念物富士マリモの群生地としても有名です。ヒメマス釣りができるとして知られていますが、一番有名なのは
絶滅したと言われているクニマスを70年ぶりに発見したという地でもあります。クニマスについてはサイコから車で5分くらいのところにありますサイコネイチャーセンターのクニマスの展示館というところに行っていただくと、クニマスのことがまるっとわかるように展示してあります。最後に行くのは富士五湖の中で湖面の面積第5位精進湖です。精進湖って書いて精進湖と読みます。水の栄養価が高くてプランクトンが豊富である水は湖面の色が緑色、カヌーの全国大会を実施する会場でもあります。もっと湖が見たいからできるだけ下に降りていってみようかな。周辺ではこの写真のように穂がうっすらピンク色になっているように見えるススキがたくさん植わっていたように思います。花との相性も抜群にいいんですよ。みんな違ってみんないい。湖ってただ水があるだけと思っていたんだけども、実際行ってみると水の色も周りの景色も全然違うの。だから皆さんも行ってみて好きな景色を見つけていただければなと思います。このチャンネルを気に入っていただけた方はプリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まずチャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に横のベルをタップ。すべてをタップ。新しい動画が出るとすぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画にはいいねのグッドマークをタップ、高評価をお願いします。